エイプリルフール記念、嘘をつき続けた人の末路を描いた映画ベスト3第3位、ミセスダウト。離婚で子供と引き離されてしまった父親が家政婦として潜り込む騒動を描いたコメディ。老婦人ミセスダウトの姿で妻を騙すことに成功するも、実は家事全般の経験が全くなくっていうドタバタコメディです。お芝居も本当に完璧すぎて声まで変えちゃうんですよ。子供も奥さんも見事に騙されちゃう。嘘ばっかりついてると本当のことが言えなくなって、どうなんでしょうね。第2位、スクールオブロック。音楽活動も行うジャック・ブラックが名門小学校の代表教員になりすまし、子供たちにロックを教え始めます。生徒たちの音楽の才能に気づき、学校に秘密のままバンドバトルに出場するっていうお話です。出演する子供たちは本当に弾いてるんですよ。しかも名曲ばかりが登場します。ただ嘘をつき教師になり続けていたということは最後大変なことになっちゃいます。第1位は次回動画できちんと解説します。忘れないように。